えどうもこんにちは、えー、今回はですね、ザックバランに対談シリーズということで、えー、弁理士のですね、えー、辻先生にお越しいただきました。辻先生、今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。弁理士の辻です。去年に開業して、今、特、えー、事務所をやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますで。今回のテーマはですね、あのチャット g p t 最近話題だと思うんですけども、そういったチャット g p t を含む、ま、AI によって、 でまあ、知財業界の未来がどうなっていくかというのをですね、えー、二人で話しながらですね、まあ、考えていきたいと思います。<laughs> で、まああのー、我々普段ですね、た、あ、め、のー、語で話してるので、普段通りな感じでいきたいと思います。はい。ということで、ま,はい、まあね、最近、AI チャット GPT、やばいことになってるけど、ねえ。 結構そのいろんなサービスも AI 絡みの出てるし、こう、名、うん、細書書けますとか、発明発見とかね、調査できますとか。この辺、ね、どうかね。<laughs> あなんかそう、怖くてあんまり見てないんやけど、<笑><笑> <laughs> 要はその、名最書がさ、えっと、チャット GPT で書けるようになったら、僕の仕事かにも <laughs>、もう影響す <laughs> まあ怖くててあんまりり見てなないいとはいえやっぱりすごく気になる、うん、でなんかそのツイッターとか、と、ま、か、あ、いろんな SNS ウェブとかで情報収集してるともう結構書ける未来が見えてるみたいな人もいがいたりとか弁理士の有名な先生とかではい、はい、もうなんだろうな X デーというかもう GPT が明細書を書ける時代がもう目の前にというかもう近いうちに来るんじゃないかなとは結構思って。 ってるもな,、うん、なんかまだねその10年ぐらい来ないでしょみたいなことを去年思ってたんだけど、うんうん、これいやだめだともうなんかもう今から1年以内ぐらいに来ても全然おかしくないかなと思っててああそうやね確かになんか多分もう水面下でプロジェクトみたいなが多分住んでて多分もう誰か多分やるんやろな っていうのがすごく思うかな。その、<ー>もう、なるな、請求項を入れたら全部出てきるみたいな。<laughs> <あ> <laughs> はいはい。請求項もなんか課題入れたら、あの請求項が7割ぐらい出てきて、あと3割直して、<laughs> で、それを最後ぶっ込んだら、目、最初と図面出てくるみたいな。はい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 。そんな世界線もあるかもね。うん。まあ、そうね、どの程度情報インプットするか っていうのもあると思うけど、まあ、例えばなんかよくね、企業である発明提案書みたいなのがあって、技術者の人が、ね、それを作って、で、うん、例えばそれをね、AI に寿込むと、もうほぼほぼ明細書できちゃうみたいな。<laughs> 確かに。やってくると、そう、なんだ特許事務所の仕事はもちろん、ちょっと知財部の仕事も、ちょっとだいぶ減るかも。うん、いやー、そうだよね。まあ、完全に減るってことはやっぱないと思うけど。ゼロはないと思うけど、ね、やっぱり。うん まあどうして役割が。そうだよね。うん、うん、まあ、あと、調査もやっぱりね、そういう方向になるのかなっていうのはあって。ああ、調査ね。うん。結構さ、まあ、年々、世の中に高知技術っていうのは増えていくわけじゃん。はいはいはい。で、どんどんさ、今ね、調査も大変になってきてて。はい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 。 うん、で、なかなか人がね、調査しても、調査漏れも出てくると思うし。はい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 。うん、で、そうなったとき、やっぱりよりなんか AI が活躍しちゃうっていうか <laughs>。ああ、確かにね。そ<う>機械学検索式、機械学習させてとか。とかとかとか、そう,そう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 。なんか、まあ前、何かの無料サービス試しに使ってみたけど、なんかあんま精度よくなかったのよ。<laughs> うん、あこれ全然ダメだと思って使えないなと思ったんだけど、正直。<laughs> うん、ただ、なんか最近の、ね、いろいろ、まあ、チャット GPT もそうだし、なんか進歩の、ね、なんか異常な感じをそう、なんか調査も全然難な,なくできちゃうかもなっていう。なんか、工事技術全部学習させて、なんかもうそこから発明さえも生むみたいな話も聞いたりとか。<laughs> は,いは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 い。 そう結局発明ってさ、その、なんだろうな、A 発明、B 発明の組み合わせで C 作るみたいなさ、組み合わせなとこってやっぱりあるやんか、うん。はいはい。<laughs> 全部ぶっこんで、<laughs> 発明再生成するみたいな話を聞いたりとか。いや、そうだよね。なんか、そういうね、サービスで始めてるからね、実際に。ああ、そう。それやったらもう課題をさ、ポンって入れてさ、燃費を良くしたいですい。<laughs> <laughs> どういう構成にしたらいいですかねみたいな。はいはいはい。確かに。でなんかバーって文,文献サーチして、うん、で、じゃあ燃費を良くするだったらこういうのがありますよ。みたいな。ばって出して、あ、なるほど。みたいな。はいはい。いや、そうだね。しかもそれ、世界中で集められるからね、情報を。確かにね。そこはやっぱ、知財業界とその AI ってめちゃくちゃ相性がいいというか、ね、テキストをばーって読み込んでね。うん、確かに、確かに。そうだよね。確かに。 まあ愛し、よく言えば相性がいい。<laughs> そ,うそうだね。うん、まあ、悪く言えば相対されやすい。<laughs> <laughs> まあ,ちょっとあの、そんなネガティブに俺は考えてなくて。うん、だから、今まで、ね、めんどくさいと思ってたことを AI やってくれて、その付加価値が高い部分というか、はいはい、たくさんに貢献できる。そのちょ お客さんへの貢献直結する部分、そのコンサルティングの部分であったりとか、まあそこにより時間を使うっていうのは結構、ここはそんなネガティブにはらえてないけどね。いかにこう、そのつ使い、使うこと、うまく使うことができれば。まあまあそうですね。うん、ただなんかそこから結構逃げてたら、結構きついかもしれないね。うん、ね、そう。だから俺もまあ、そういうポジティブに考えてる面は、まあもちろんやっぱあって。うんなん,かうん,うんうん。 まあその知財だけっていうか、まあ、それで、あの、ちゃんとビジネスのことも広く考えられるようになるし、うん,うんうん。高いことは、まあ、AI に結構任しちゃってっていう。うん,うん。うん。とは思うけど、まあ、なんかそのね、<laughs> 業界全体でやっぱりその仕事が一時的にやっぱりなくなったまあね。うん。だからちょっとその、違う畑を耕しに行かないといけないかなと思ってて、うん,うん。まあち 戦略じゃないけどさ、その知財だけっても結構厳しいような気がしてて、いやそう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 ぶっちゃけ言うと、うん、それ、うん、やっぱ知財とビジネスがセット、やっぱビジネスがあっての知財っていうポジションやから、やっぱりそのじビジネスの知識もやっぱりつけて、その知財とうまくミックスさせるようになったら結構その付加価値が高い、うん、そのが全然生き残っていけるんじゃないかなと思うけどね。 うん、やっぱなんかそう、横断的にならないと、だんだん難しくなってくるのかなと思っていて。難しいと思う。うん。うん,う,んうん。うん。もうそれか、なんかこう、なんだろうな、あの中間処理のスキルが俺結構大事かなと思ってて、こうもその明細書は GPT で書けても、中間処理はちょっと、まあ、どうなんかなって思うところがあって、作物流たり、うん、そこを死ぬほど極めるみたいな。<laughs> まあ確かになんか、あれ、チャット GPT とかでなんか入力しても、そこまでなんか細かい精度でやってくれる気がして、うん、まあなんか本当になんか同じ意味でも書き方で全然その補正が通る感じね。そうそう,そうそうそう。本当の細かいニュアンスとかまでは、どうなんだろう。ちょっとまだ人間の方がって思うとこあるし。うん、まあ、中間処理は例えばやけど、本当にある一点をものすごく極めるっていう。 はいはいはいのはちょっと生き残る方法のその広く横断的にいくやり方ともう一点でも <laughs> あの、うん、クリティカルのところを突き刺すみたいなその二つの生き残り方があるからなるほどなるほどあまあ確かに確かに確かに、うん、そか横断的に広くっていうのが一つとめちゃくちゃ尖ったところそうそうそう<っ>もう発発明発掘と請求権作るのがめちゃくちゃうまいみたいなその A I を作る請求権作るのがめちゃくちゃうまいみたいなうん。 私はそう AI 使いこなせばまあいいっていうのもあって。うんうんうん。そこだよね。あでもやっぱり自分としてやっぱりビジネス側にすごい行きたいなと思ってて、うん、やっぱりそのなんだろうな僕の知財をや知財人としてのテーマの一つでやっぱりその事業のための知財っていうかビジネスありきの知財っていうのは結構ずっと思ってきた部分があるから。 やっぱりこれを機にというか、おなんかチャンスと捉えて、ビジネス側に触れるみたいな。はいはい,いや、それがいいと思うね。うんうん、広がるしね。うん、そうやろ。やっぱり職人気質というよりは、やっぱりその、割と横断的なタイプの人間だから。やっぱりなんかビジネス側に寄せていこうかなって、今。 あのまあ、毎,毎月、明細書を書きながらも、一応まあそんなことは妄想しながら、ちょっとずつそのビジネス側にシフトしていこうかなって、そんなふうに思ってる。あなんかまあ俺も昔は、ね、やっぱその専門的なところをなんか極めるのがすごい好きで、まあ、今も好きなんだけど、でやっぱなんか時代が変わりすぎてきて、ここなんか本当5、6年とかで。はははいはい、はい これやっぱもうビジネス横断的に行こうみたいな感じでもう結構なんか俺もそっち路線で <laughs> はい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 そうだからまあ知財以外直接知財と関係ないところもやったりまあドローンとか映画とかねそうはいはい<で>確かにね大悟はねきききずっと前から起業してるしねうん珍しいよねその事業をやって知財もしっかりやってってなかなか珍しいよね うん。多分あんまいないかなと思って。うん。あんま、あんま聞いたことないかな。うん。だそっちがあんまりいないから、まあそっちで行こうっていう、なんか、まあ。<laughs> <laughs> 割とブルーオーシャンみたいなね。確かに、独自路線で行ってたのが結果的にはなんか時代がそうやってきたみたい。<laughs> あ、そう,そうそう。まあ、一応それ見越してたってのもあるんだけど。あ、そうなのそれやったらすごくね。めちゃめちゃ偏見の上やる、うん。あ、そう、でも見越してたけど、でもなんか、 こんなに早くね、来ると思わなかった、正直。あ、なるほどね。そう。だから2023年になってから、なんかもともと遠い未来に想定したことが、なんかもう来たみたいな。まあやっぱり GPT やね、結局。あ、そうそうそう,そうとかね。そう、やっぱ AI かなと思ってて。そうだね、一気に早めたね、生成 AI が。うん。なんかね、シンギュラリティが2045年に来るとか言ってたけど、もう来ちゃったみたいな話になって。<laughs> <laughs> 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 いや確かにな。でも本当にでもど,んどういう、知財業界においてどういう世界になるよね。いや、うん、だって本当にだ明細書書けるようになっちゃったらさ、うん、結構大変じゃないやばいよね、うん。だって大企業の出願が8割ぐらいはい,はい。85%。うんうんうん。で、それ全部さ、書けるようになっちゃったらさ、うんうん、まあ、特許事務所の単価も当然ね。 いやそうそうそう下がるわけや。だからそうあの大企業は絶対なんか AI 使いこなして、ね、いや明細書作成効率化させてくると思ってて。うんうんうん。うん、そうやね。多分どこかがやり始めたら多分ね大企業ってまあ一斉にねまあ,あのま真似しですというか同じ <laughs> ことで、ね、どこかがやりだして四家の有名な企業がやりだしたら多分なんかもう一撃です。トヨタさんにやったらね。<laughs> そ,うそうそうそう。そういうところ。 やってる。みたいな。はいはい、はい、っていう風になってきたら、そういう噂が広まってきたら、一気にダーッとこう、あ<ー>ね、入ってって、で、特許事務所の仕事はもちろん、まあね、発明提案書でね、ポポッと課題となんかとこ入れたら、最初ポッと出てくるみたいな方、なね、知材部の仕事も減るし、うん、っていう世界をちょっとあんまり想像したくはないけど、 まあ全然来てもおかしくないよね。うん、だからもうなんかね、現実に目を向けるしかなくなってきたかなっていうのは正直あって。うん、そうやね。まあ逆になんかその、まだ中小企業、スタートアップとかだったら、だいぶ違いい、ねはい、うかなとう。んうんうん、うん、うん。で、そっちだとまだね、やっぱ単価もそれなりに高いまあ確かにね、やっぱりそうだよね、コンサルティングというかその、全く その知財の担当員がいないところにする分のね、うん、フィーとかやっぱあるから、そこはやっぱりまだもうちょっとな、うん、なんだろうな頑張れるし、あとやっぱりその中小企業、スタートアップのいいところはビジネスサイドに絡みやすいから、うん、そこでの付加価値が出せれば結構面白いことができるのかなとは思ってるかな。うううううんそうそうそ,うそうまあ、うん 大企業の知財部にいて、で、ね、今、中小とかスタートアップメインでコンサルしてるけど、やっぱそのビジネス全体見れるし、なんかそのもう何度もビジネスアイディア提案とかめちゃくちゃいつもするし。ああ、確かにね。そう。だからなんかそれはね、やっぱ付加価値にはなってるのかなとは思っていて。ああ、なるほど。僕はあの、その、特区事務所、前の特区事務所の、まあその、 初心者の時特許技術者として初心者の時に、まあ大企業のクライアントさんを持たせていただいてたんだけど、なんかその、なんだろうな、その大企業さんのそのビジネスを考えた上で提案とか、結構頑張ったりしてないけど、全然実はそんなこと持っられてなくて、うん、<laughs> <laughs> まあこれ,これ、この枠の中で明細書書いてもらえば OK みたいな、多くて。 なんかそのビジネスを踏まえた上での提案ってったもん。<laughs> 確かに。んかそんなに、そう、求め、実は、こっちが頑張ってやっても、実はそんなに求められてないっていうか、それはもちろん知財部さんの方でやってるから、役割が全然違うっていうのは最初分かってなくて、全然。結構なんかこう、やきもきしてた時があって、あ、でもそれはこういう構造なんだから仕方ないなって、し知し,した時。<laughs> うん、確かにもどどかかしいかもしいいももれないけそ、うん、そうそう,そう,そうもっとこうビジネスを踏まえた上での知財みたいなのねずっと思ってたけどそこはねやっぱ役割が違うからうんでも中小さんスタートアップさんやったら割とそこの役割も任せてもらえたりでもするからうんなんかそこはそこでもちろんチャレンジングで面白いしうんあのなんだろうなそのビジネスの方に 絡んでいける余白みたいなのもあるから、チャンスなんかチャンスというかね、うん、あのこれからの時代はそこは結構攻めるポイントかなと思うかな。うん、うん、そうだね。うん、うんだまあ、まあ、大企業が絶対にそういうなんかビジネスに絡むチャンスがないというわけではないけどね。うん、まあ、それはね、それはあの企業さんによると思うけどね。うん、まあ、なんかね、IP ランドスケープとかで、なんかやってる事務所さんとかもあったりとか。 うん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 あそうか,か知財部さんでやらないような提案尖った提案とかをすればいいのかどうなんだろうな求められてるのかそれそれもまあ一つ選択肢としてあると思うけどまあでもなんかうん、うん、レベルが高いっていうか <laughs> 確かに、ね、確かに <laughs> めちゃくちゃレベルが高いかそうそうそうまあ大企業ってやっぱね事業がいっぱいあるしでかいし確かにね。 確かに、それ全体見れるかっていうのは、なんか。<laughs> 確かに、そんなエチ人がーンだね。<laughs> そうそう。アンビランドスッやります、みたいな。何言ってんのみたいな。本当やるならね、もう大企業ね、事業企画の人と絡んでとかね。いや、そうやね。そういう話にはなってくるかなと思うけど。うん、まあ、その分ね、中小スタートアップだったら、なんならね、社長一人と話せば結構わかるからね。<laughs> 確かに。<laughs> そう。確かにね。だ こうね、その俺がまあチザコム立ち上げた理由もそれ結構あって、やっぱ大企業のお客さんが、まあ、今後増えていくっていうのは難しいし、単価も、ね、上,が上がりにくいかなと思ってて、ただまあ個人とか中小、スタートアップだったら、ま,あ、まだまだなんかこう資材の重要性に気づいてない人いっぱいいるし、潜在顧客がたくさんいるかなと思ってて。 ああ、それはすごい思うかな。うん。うん。潜在顧客はすごいいっぱいいると思う。そう。だからね、まあ、YouTube やってきたのも、それも理由あるし、なん,なんというか、こう、うん、認知拡大とか、こう、時代のリテラシーを高めるとか、意識を高めるとか、そう。それめっちゃやってきたくて、今後も。うん。はい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 。 なんかこう分かりやすい事例があるといいよね。その知財の力ですごい、なんだろうな、こんなことを守ったとか、こんなあ<ー>あのうまくいったとか、そういう分かりやすい成功事例とかがはい、はいこ、こう、がね、あれば、結構その啓蒙とか認知につながるかもね。はいはいはい。そうね。なんかまあ、知財があったからめちゃくちゃ事業うまくいったって、なかなかまあ、あのー、難しいところはあるけど。難しい。 ただ逆に、知財のことちゃんとやったからリスクをじ未然に防げたはあるけどね。ああ、それはいいよね。そういう事例も。うん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 。そうそう。まあ下手したらね、何億何十億の損失になったかもしれないだって <laughs> はい,、はい。あそういう事例とかをその共有していったら、やっぱり知財 <laughs> って大事なんだというか。 社長さんが気づいてくれるかもしれない。気づきやすいかもしれない。うん。確かに。まあ、あとはあれかな。やっぱりその、なんか、知財起点で考えて、なんかその、まだ出てないところ、アイディア出てないところを、こう、狙って、で、そこで、あの、権利化をしたりとか、プロダクトを作ってる。ああ<ー>。それも結構実際機能してるから。ああ、なるほどね。 うん、知材から始めるってことか。そうあ、そうそうそう。なんか事業ネタ、まあ、漠然こういう分野のこういうことやりたいですってあったときに、はいはい。まあ、最初からなんか細かい仕様を決めずに、なんていうか、知材の状況を見て決めるみたいな。<laughs> ああ、確かにね。なんか前やってたよね、それ。あの、特許調査して、なんか穴場の技術見つけて、なんかここ行きましょうみたいな。そうそうそう。 だからまああのー、目的を言われてたって、まあ手段をなんかこう資材ベースで決めるみたいな。ああ、それえそれってさ、言える範囲でさ、なんか具体具体例ないのかなああ、なんかまあ、さあるとあるスタートアップでなんかそのね、まあ動動画サービス作りたいみたいな。はいはいはい。あって、で、まあ、まあ具体的な中身全然決まってなかったんだけど、そのまあ資材、特許調査して、 まあなんかすごいね、競合がうごめいてるところがあって、で、この辺はまあ危ないですみたいな感じで、あの、まあ弁護士も言いながら、なんか回避策とか考えたりして、で、それ踏まないようにしつつ、なんか新しいネタ提案して、こういう機能面白くないですかみたいな。まあ俺も YouTuber だったから。<laughs> ああ<ー>。そう。っていうので、あの、提案して、それで、あの実際プロダクトを作って、で、まあ特許にもなってみたいな。 えー、あだから、その動画のサービスの、まあ、ある機能をね、うん、機能を、この、その穴場を見つけたよね、その調査によって。そうそう,そう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 。でこの機能は、競合を取ってます、えっ、ー、と、特取ってませんよって見つけて、で、こ、うん、この機能を作りましょうみたいな。そう,そう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 。で、その機能が市場に出したら、う受けたのなんか。あ、なんかね、結構受けたみたいなサービスみたいななんか。 結構盛り上がっててええー、それは成功例やね間違いなく。<laughs> そう,そう,そう <laughs> まあ、なんか世の中です誰もが知る大成功ってわけじゃないけど、<laughs> まあ,だあのね、01の事業としてはだいぶ、はいはい、てたぶんそういう例ってたぶんいっぱいあると思うよや、ね、るの中<ー>なんかあ。ああ。なかたそういうのを集めて、 てってそのなんだろうな事例集みたいなのあったのも面白いね。あ、時代起点の成功例みたいな。そう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 。ああ<ー>。時代起点っていうかまあそうだよね。その時代を使ってビジネスがうまくいった事例みたいな、事例集みたいなのあっとこう、ね、まあ、成功も失敗ばって流れてったら。まあでもそういう意味では俺もある意味そ,それだけね。なんというかドローン。ああ<ー>。結局なんかその特許で、あのー、 標語がやってない、他の会社がやってないところあるかなって探して、で、なくて、じゃあこれ、特許出そうって出して、そこから開発したりして。へぇ、えー、あそこね、地材来てんのよ。そう、地材来てん、地材来てん。へ、えー、で、プロトタイプ作ったりして。はい,はいはいはい。で、ねまあこの前話したあのね、潜水艇会社との共同事業みたいなところにつながって。ああはああは、あそこにつながるよ。 そうそうそう,そうそうそう。だそれがね、形になれば、知財起点でうまくいったってことになる。なるほど、なるほど。一番話しやすいよ、ね。<laughs> なるほど。ぜひ成功させてください、ね。<laughs> <laughs> これ成功させたい。<laughs> いや本当そうよね。やっぱ一個そういう成功例が現れてくると、多分絶対周りの見方とか。はいはいはい。やっぱガラッて変わるから、やっぱりそれでうまくいったみたいな。うん、そういうインパクトなる事例がね、欲しいよね。 欲しいよね、うん、っていうか、もう自分で作りに行くっていう。うん。あ、ことをしていかないとね。他にもいくつかあるな、そうよ。<ら>結構ある、ね。あ<ら> <laughs> 出てくる <laughs> 言えんのそれ。<laughs> そうそう、やっぱなんかその特許を取れるアイディアで製品化したいみたいなニーズがあって。で、それ考えたんだよ。で、それ、そう、実際もう今、製品になってるやつあって。へぇー。最終調整かな。うん。なんか、2、3年ぐらいこう。 試しにこう作ったり直したりみたいな繰り返してるけど、えー、それでいいそれも、うん。なんか結構か広い特許になって、それも。へぇ、えー。これも時代起点でプロダクトを作った事例やん。そう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 。だからもうそれも本当、ものづくりの会社と便利しとれ連携しながら、まあ、<laughs> やっててっていう。 えー、うん、なるほどね。ドンピシャでそれハマったね。うん、そうなんだ。面白いね、それは。そう。だ意外と、全然いける。<laughs> はいはいはい。まあだから、なんだろうな。そういう。あれ、今回テーマ何,何だっけチャット g て t の <laughs> 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 はいのはい。AI で<う>次、次第業界がどうなるかみたいな。はいはいなんかそう今みたいな。 その、知財とものづくりを絡めたコンサルティングとか、うん、だからそういったところも、なんだろうな、すごい新たな付加価値というか、うん、GPT が出てきたとしても多分なくならないような、そんな仕事な気がする。確か,ね、確かに、本当、新規プロダクト、新規事業のもうコンサルぐらいの勢いで <laughs> できたらね、ね知財使って。でも この間さ、話したさ、某、めちゃくちゃ妖怪の大物の先生がさ、はいはいはい。あの、なんか、知財コンサルだけでは、なんか、飯食えないんだけど、すごい衝撃やってることの中で。あ私、あれ言うと思、はい、そ,そう、それで飯食えてる事例って本当、な,ないか、すごいですスーパーリアケースか。うん、やっぱりビジネス、まあ、コンサルやるんだったらビジネス、 のとこへ入れないと、やっぱりなかなか商売として成立させるのが難しいみたいなさ、そういうふうに俺は解釈したいけど、うん。はいはいはい。うん、やっぱり、ね、ビジネスとセットでやっていかないときついよね。ねいや、そうなってくる気がする、うん、これをね、どうやって普及させるかっていうか。確かにね。まあなんかそういうのを だから自分、ただなんかその机の前でなんか不安になってうん,うん考えるよりも、なんかこう、ね、みんなで集まあそれこそね、勉強会とか、時代未来勉強会とかね、はいはい。なんかどっかに集まって、なんかそういうことをこう議論できるような、仲間と一緒にね、やっていけたらいいよね。うん、確かに。まあなんかそう、結時代未来勉強会でもそういうね、えー、やっぱ話聞かれたりとかするし。ううううんうんうん、うん。 だから、なんかそういうね,うね意見交換で,できたらいいね、どんどん。はい,はいはいはい。で普通になんか、これ1個、で普通にフリートークのテーマにないそすよね。ああ、確かに。<laughs> うん。なんか、普通にき聞いてみたいかも。みんながどう思ってるか。ああ、はいはいはい。なんか、大悟とはさ、よくこういう話するから、大体どういうことを考えてるかわかるけど、はいはい。なんか、他の人たちどう思ってるのかなって、結構聞いてみたいかも。ああ。 確かにね。うん。あんま聞か、自分から聞かないかな。なんか。そうだね。うん、う聞かへんか。こう聞いてみたいかな。あの人がその生成 AI とかね、を中心とした AI の普及により、自在業界どうなると思いますかねみたいな。はい,はいはいはい。まあね、来今月の勉強会でも、ちょっとそこ話題になる気がするから。まあ確かにね。ぜひ聞こうよ。うん うん、ちょっとそれを聞いて、またちょっと、この動画発信でもなんか、また改めてそ、ね、みたいなね、うん、なんか、それですごいニーズありそうやったら、それについてね、誰かすごい、なんか、なんだろうな、詳しい人に喋ってもらえていいで、ね、す。勉強会です。そうだね、うんうんうん。そうしよう。んですそうしよう。で、ね、それはなんかこう、パネルディスカッションみたいなんでこう、バーッと対談するみたいな。はいはいは<論>確,確かに、それいいね その企画やろう <laughs> でも。結構大事なテーマと気になるよね、やっぱり時代教科にいたら。いや、多分みんな何なんだかの気にしてると思うよ。すごい気になると思うし、多分その結構その有名な先生というかねあの、オンラインでよく発信してる人がどう解釈してる、持ってるかとかっていうのはあるけど、普通のね、あの大企業に勤めてる人とか、なんだろうな、そう、普通の 方がどう思ってるのかとかがか多分みんなわかんないから、僕もわかんないし、なんかそれ結構聞いてみたいかも。その本音というか、あんまり発信しない、ね。確かに確かに。ちょっとそれをなんか、どっかでがっつり、なんかもう一つの、ねまあ、企画っていうか。確かに、ね、それもひと一つの企画や、ね、そう、なんかフリー、まあ、今までちょっとフリーークでいろんな、ね、テーマでばらけてたけど、 確かに、確かに、もう、ワンテーマできるよ。<laughs> それでワンテーマで、もう、まあ、あとテーブルを分けるけど、まあ人数分けるだけぐらいな感じで。確か,に確かに。そ,<う>それは、それはめちゃくちゃ気になる。てか各テーブルの話が気になるみたいな。確かに、確かに。なんか、それで、私たちのテーブルはこういう話でしたみたいな。誰かが要約するとかね。ああ、それいいね。うん、で、なんか、その、これからどうしていこうかって、前向きな話がしたよね。 なんかじゃあ、じゃあどうするというか、不安になるだけじゃなくて。ああ、確かに確かに。そうそう。まあ、我々、知財未来と言ってるからね。<laughs> 未来を考えなきゃいけないからね。<laughs> 確かに確かに。なんか、多分その、知財とビジネス以外にも、その、抜け道じゃないけど、そういうのはあると思う。俺がさっき言った、その、専門性をめちゃくちゃ極めるみたいな。ある専門性をめちゃくちゃ極めるみたいな。はい、多分そういう、なんか別の方法っていうのは絶対あると思うから。確かに確かに。うん。 小さいかけるビジネスってあくまで一つのね、あの、一応仮説であってははははいはいはい、はい。他のやり方も絶対あると思うから、うん、なんかそういうのを掘り起こしたよね。発達したよね。うん。確かに何かね、そういう状況に置かれてる人は多分そこめちゃくちゃ考えてると思うからいや。考えてると思う、さすがに。うん。確かにそういうのを聞いてみたいね。うん。やろう、それは。やりましょう。やりましょう。 <laughs> ということでですね、知財、まあ、未来勉強会、毎月やってますので、えー、毎月、あれ第4土曜日かな。第4土曜日あたり。あたり <laughs>、まああの。月によって違ったりするんですけど、えーまああの、リンク貼っときますんで、ツイッターとかですね、そういったところに載せたりしてますんで、ぜ、え、ひ、ー、とも興味ある方はですね、ご参加いただければと思います。<laughs> ぜひ、ご参加ください。いきます。 でもし何かあの知財の相談あったらですね、えー、我々のどちらかにご連絡いただければ対応したいと思いますので、そちらもお待ちしております。いきます。はい。で、あと最後にすいません。ちょっと宣伝させていただくとですね、えー、先月にですね、あのー、知財の新サービスということで、ここに映っているですね、えー、知財相談プラットフォーム、知財、うん、コンというもののベータ版をリリースしました。で、こちらはですね、えー、相談者が知財に関する相談を投稿して、便利子がそれに 回答するとでその相談と回答が基本的にはまあ公開されるというようなものでして、まあ、Q&A とマッチングが組み合わせられたものでして、でえー、まあ相談者の方としてはまあ気軽にこう知財の相談をできると。でえー、それはあの一般的な質問でもいいですし、知財の専門的な質問でもいいと。で便利士の方からしたら、それに答えてまあ自己検査をしたり、あとは集客につなげたりですとか、まあ、その認知度アップにつなげたりですとか、あと人材獲得につなげたりとか、まあ、そういったメリットになります。 であのユーザーがどんどん増えないとです、ねまあ、あの我々もあの大きな価値を提供できないということなので、今、あのユーザーの方をです、ね、本当に大募集しております。で先行者特典として、はいえー、しばらく無料でご提供させていただきますので、今のうちにです、ね、ぜひともご登録いただけたらと思います。あのメールアドレスと、えー、パスワードを設定するだけで簡単に登録できますので、ぜひとも登録して使っていただけたらと思います。よろしくお願いします。 リンクは概要欄に貼っときます。はい。はい。ということでですね、今回は、えー、まあ、AI と、はい、AI によってその知財業界がですね、どうなっていくかということに関して、えー、議論させていただきました、えー。ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。